にゃにゃにゃ、クレーだにゃ。はーい、ルノだよ。最近お店が忙しくてこっちに来れなかったにゃ。アホアーニャは引きこもり、リュウは店サボってどっか行きやがったにゃ。二人で回すとか無理あるよな。ニャお母さんは何も言わないし。ウェブ予告も人手が足りないからルノアを連れてきたにゃ。これで我慢しろにゃ。これ我慢しろ。あとそれでも足りねえからもう一人雇ったにゃ。フレイヤファミリアの番だ。誰だよ。モブのくせにちょっと目立ってた感じだから呼んでみたにゃ。黙れ。これでもレベル4だ。お前らよりは強い。私たちもレベル4だが。5年以上前からとっくになってて年季が違うが。なんだと。次回、転生したら悪役令嬢だった私がダンジョンでの出会いフラグを回避します。第8話、象形と書いてベルクラネル。象形と書いてベルクラネル。だがお前らアルフリック様たちにボコボコにされて完敗したろ。ムカつくよ都合。無限の連携。頭が。ミアたちは一体何を。プレイヤー様の魅了、便利だけどめんどくさいな。